最近すごいよね、あの松本人志さんの問題からね、上納、上納システム、システムとか、はい、普通に合コンセットしてた感じの人じゃんこの人そう、性上納システム、うん、宮迫さんは松本さんは先輩だけど合コンに行ったら自分が一番モテたいから松本さんに上納なんかしてる場合じゃねえよそうなんだ、そうだけど小沢くんはめっちゃいい人だから、むしろ彼はそういうものに対してそんなにガツガツしてないんですよっていう、女の子どうぞしたんじゃないんですか、じゃなくてだから飲み会やったら女の子連れてきたりするじゃんからって、まあ今はねキャバクラデリバリーシステムみたいなのもあったりするんだけど、まあ、それを要はセルフでやってただけだから、で連れてきて別にあのやってくださいって言うわけないじゃん、それは絶対言ってないと思う、そうじゃなくて普通に飲み会やってあとは自由ですよと、実力ですよみたいな、多分そういう話だと思うけど、小沢くんは自分はそんなになんか自分がこうなんかやりたくて集めてるわけじゃないから、むしろ遠慮しちゃって先輩どうぞみたいになっちゃってるんだと思うよ。なんか部屋に二人きりにされたみたいな話あったじゃないですか。だって二人で帰るやつとかいない、うん、いるよね合コンでね、なんか4対4 4対4